午後1時前の名古屋栄です。肌がベタつくほどの蒸し暑さを感じます。今日各地で真夏日となった東海地方。名古屋は午前中にすでに30度を超える真夏日に。暑いです。でもいです。蒸し暑いです。先週金曜日に梅雨入りした東海地方。 すでに夏のような暑さの中、心配なのが食中毒です。名古屋市内のスーパーで話を聞くと、ご飯を炊くときにお酢を入れたり、おかずの間に梅干し入れておいたり、あと保冷剤を入れておいてあげたりすると、まあ安心してお昼頃まで持つかなと考えています。特にカレーとかは。 あのよく食中毒になりやすいので、食べたいときはレトルトにすると、まあ、だいたい1食分ずつなので、そういうふうに食材が傷みやすいこの季節、店側もより一層気を使います冷蔵ケースなんですけれども、空気の出入り口、こういったところを暑くなる前に掃除するようにして風通し、を良くしております。 冷蔵効果を高めるため先月上旬に冷蔵ケースを清掃さらに食材に冷気が行き届くようにこんな工夫も商品を一気に出さない商品一気に積み込まないということを意識しています商品の劣化具合を常に1日何回も見ながら補充をするという形を取らせてもらってます 痛みやすいレタスなどは、普段よりも2割から3割ほど量を減らして陳列しているといいます。家庭でも冷蔵庫に詰めすぎてしまうと、痛みやすくなってしまうので要注意です。家庭でも気をつけたい食中毒。どんなことに注意すればいいのか、名古屋文理大学短期大学部の佐藤名誉教授を訪ねました。 この時期食中毒にならないためにこう気をつけるべきことってのはどういうことなんでしょうか食中毒を防ぐための三原則は菌をつつけけなないい増ややさるもちろん手洗いや消毒などの基本が大切ですが食材の扱い方にも注意が必要だといいます。 食中毒菌っていうのはあの土土壌とか水とか、はい、そういったところにもあって、うん、で特に冷たい状態4度とか、うん、そういうのでも増える菌がありますので、はい、そうやって食べるのは例えばサラダ、うん、もう加熱しませんよねそのあとで,、ね、ですからそ,そういうのがちょっと怖い畑の土にも食中毒菌はいるため よく洗って土を落とすことが大切ですさらにお弁当にもよく入っているミニトマトもミニトマトですけどこのヘタの部分ここにあのやっぱり土壌だ水だっていう風に菌がつきやすいし潜みやすいんですよね続いてはお肉牛肉に豚肉鶏肉 中でも注意が必要なのが、鶏、豚、牛、その順番であの痛みにくくなってきます。鶏肉は水分が他に比べて多いですし、危険が高いですね。ジメジメした梅雨、そして猛暑が予想される夏、特に今年は食中毒への注意が必要です。 車なんかで買い物に行ってで食材を買って車の中に入りますねもうそう車の中は35度ぐらいにすぐなりますよね、はい、そうするともうそこからあの菌の増殖が始まっちゃってますので、はい、やはりこういう保冷剤<ー>こういう時期っていうのはやっぱり急激な温度変化<ー>菌は喜ぶわけですから作ったらなるべく早く食べる。<ー> 残ったらすぐ冷蔵庫に入れる<ー>ということが大事ですね。